西東京ラーメンクラブ。まあ、ということで皆さん、ヘルシャ西東京ラーメンクラブの鈴木です。いや、ということでね、最近ちょっとね、天気が微妙な日がね、続いているんですけどもね、まあ、そんな微妙な気分をね、晴らしていこうということで、本日まず訪れている街なんですけども、はい、こちらでございます。さあ、見えますでしょうか。はい、東京都立川市はね、立川駅にこんな感じでやってきております。まあ、立川ね、昔からラーメンクラブでもよく来ている街ですけども、まあ、本日ね、ここ立川でやっている企画、はい、久しぶりでございます。ラーメン二郎の全店制覇をやっていきたいと思います。まあ、以前ね、訪れたのが40店舗目のひたち中店ということで、もう1年以上ね、ちょっと期間が空いてしまっているんですが、まあ、本日ね、訪れるお店はラーメン二郎全店制覇41店舗目のラーメン二郎立川店さんにお邪魔をしていきたいと思います。いやー、もう念願とかっていうレベルではないですよ。まあ、こちらのお店ももともと2008年に開業したお店でして、ただね、しかしね、2014年から2018年とあと2020年から2023年の、ね、2回にわたってですね、長期休業をねしていたお店でございまして、まあ、そういったこともあってね、全然訪れることができなかったお店なんですけども、まあ、急にですけどもね、今年の1月29日にですね、営業再開をいたしまして、新しい店主さんにね、切り替わって営業されているということで、まあ、新しい店主さんね、一の湯の助手さんをね、長らく勤めていた方、そして立川店さんでもね、助手をね勤めていた経験がある方ということで、まあ、旧店主さんとはねまた違った一杯が楽しめるね、そんなラーメン二郎ということで楽しみでございます。まあ、特にね、その麺のグミグミ感とね、豚のねがっつり感っていうのがね、非常に見どころのお店ということなので、まあ、早速駅からだいたい本当に5分、6分でね、歩いて着く場所にありますので、向かっていきたいと思います。では行きましょう、レッツゴー。いや、ちなみにね、ラーメンクラブ過去に結構立川のラーメン屋さんで紹介してますけども、特にね、ここ駅の目の前のあれあれ屋の中でね、ラーメンスクエアっていうね、ラーメンテーマパークがねありまして、そこで全店制覇をするっていう企画をね、本当に3年前ぐらいに3人でやってるので、その動画もぜひね、概要欄のリンクからちょっとご覧いただければと思います。めっちゃ面白い動画です。さあ、駅がね、向こうの方面でだいたい5分ほど歩いてきたんですけど、いやー、ラーメン二郎の立川店さんございます。いやー、もうこの時をね、何年待ちわびたことかということで、すごいね、この道路を挟んだここからめちゃめちゃ匂いが香ってきますね。ということで、早速いただきましょう。西東京ラーメンクラブ。さあ、ということで、念願の訪問、ラーメン二郎立川店さんにやってきているんですけども、基本情報はこんな感じでございます。こちらのお店、基本的に水曜日が定休日のお店でございます。そして食券の購入のタイミングなんですけども、入店直前ということで、中町と外町があるんですけども、外町の、一番先頭になったら基本的に買うというルールになっております。で、お店の前にはこんな感じで、サントリーの自動販売機が設置されているので、もちろんですね、ラーメン二郎ならでは黒ウーロン茶の購入をこちらですることも可能です。で、そしてメニューはこんな感じでございます。ラーメンが小と少なめで、そして汁なしが用意されています。で、大盛りの場合はプラスで100円で、また豚増しや豚ダブルなどにも対応で、ラーメン二郎ではね、なかなか珍しい、味玉、そしてね、生卵や生姜などいろいろありまして、ジロリアンの方はね、もちろんのこと、ラーメン二郎の初心者なんかにもおすすめできるお店でございます。ということで、今回のオーダーはこちら、ラーメン小のニンニク野菜油コールでございます。いや、なかなかにド迫力な一杯でございまして、もうスープやね、麺が全く見えないほど、野菜がしっかりと盛られていてですね、なかなかに食欲をそそられる、そんなビジュアルでございます。ということで、まず野菜なんですけども、なかなかね、いい茹で加減のバランスタイプでございまして、まあ、ホクホクとねした食感をしっかり楽しめるものです。まあ、ボリューム感がね、なかなかあるんですけども、こちらね、コールするとついてくる味付きの油とですね、合わせると、もうこれが唯一無二の、立川店ならではのね、美味しさに変わります。いやー、やっぱね、味付きの油があると、コールをね、もうしてしまうんですけども、まあ、こちら立川店さんもですね、類によってですね、この油コール必須のお店だと感じますので、ぜひしてみてください。で、そしてスープなんですけども、まあ、微乳化タイプなんですけども、どちらかというと、まあ、乳化寄りですかね。まあ、豚だしと返しのバランスっていうのがね、非常にうまく取れた、そんなスープでございます。まあ、キリッとねした返しももちろん感じるんですけども、やっぱ二郎ならではのね、花鳥の風味で、そしてそれらがですね、豚だしで、丸くですね、優しく丸められているということもあってですね、まあ、なかなか飲みやすい印象のスープでございます。ラーメン二郎なんですけども、ギトギトとねしすぎていない、そんなスープでございますのでね、なかなか、まあ、万人受けする、そんな味わいなんじゃないでしょうか。ということで、続いてお待ちかねのね、こちら立川店さんのね、まあ、個性と言ってもいいんじゃないでしょうか。麺なんですけども、ムチムチな食感でございまして、まあ、口の中でね、もう小麦のオーションの風味はもちろん感じるんですけども、やっぱ弾力がねしっかりとあって、まあ、ムニムニと、まあ、先ほども言いましたグミグミとねしたような、まあ、そんなね特有の食感っていうのがあって、まあ、咀嚼をですねしっかりと楽しめる麺となっております。まあ、無我夢中でですね、この麺をすすれるんですけども、まあ、やわめのね食感ということもあって、スープとかもねしっかりとまとってね、若干吸ってくれているんですよね。っていうのもあって、まあ、もちろんその小麦の風味もね先日しましたけども、まあ、豚だし
しとかもその麺からしっかり感じられるような麺ですので、もう間違いなし、こちらねラーメン二郎立川店さんの麺がやっぱうまいって、ね、言われる理由がわかる、そんなね極上の麺でございます。でそして豚なんですけども、まあ、しっかりとね煮込まれていまして、まあ、ほろほろしっとりとねした食感でございます。まあ、味しみがですねただ強すぎることはなくてですね、あの先ほども言いましたがしっとり食感ってところもあって非常に食べやすい印象でございました。まあ、ただねしっかりあのボリューム感とかもね結構ありますので、あのラーメン二郎初心者の方とかね小食の方だとねなかなかあの食べきれない可能性もねある、そんな豚だとちょっと若干感じましたので、あの豚少なめとかにねあのすることも一応可能なので、それらも検討してみてください。まあ、脂身部分っていうのもねしつこくないので万人受けする豚だと感じました。はい、ということでまとめなんですけども、やっぱりね直系ラーメン二郎の強さっていうのをね改めて、しっかり感じることができた、そんなラーメンでございました。まあ、ジロリアンだけじゃなくて、このね立川に住んでる地元の人々から愛されるそんな名店ぶりでございまして、営業再開されてね、まあ、時間は経っているんですけどもね、まあ、なかなかやっぱ期待を裏切らない、そんなハイクオリティな一杯をね提供されていると感じました。まあ、ボリューム感もね良くてしっかりと余韻に浸れる一杯だと感じますので、ここ立川に訪れた際ですね、ぜひ行かない理由はねないと思いますので、皆さんも行ってみてください。非常に満足な一杯がいただきました。ごちそうさまでした。さあということでラーメン二郎立川店さんいただいてまいりました。いやめちゃめちゃ美味しい一杯でございました。いやもうめちゃめちゃ美味しいってか、もうねそんな語彙力で片付けたらね失礼なぐらいに美味しい一杯でございます。まあ、結構ねその下調べをねした時点ではね量はねそこまで多くないなんていう風な、まあね一之江出身のね店主さんということもあって、一之江ってねかなりね二郎の中では量少ない部類じゃないですか。まあ、それだからねそこまでボリュームが多い部類ではないのかなと思ってたんですけど、全然そんなことはなくてね、まあ、かなりの迫力のある野菜と、そしてね豚の分厚さがとんでもありませんでしたし、麺もねそのワシワシとかっていうよりはねグミグミとしたねその柔らかめの食感で、もうツルツルとねもちもちと喉をね通っていく感覚があって、いやめちゃめちゃこの麺が美味しかったですね。でスープもね優しい美乳化のスープでして、いやこれ全体的にこのバランス神がかっているというふうに感じましたので、3年間待ちましたけども、まあ、旧店主さんのね一杯をねいただくことはねちょっと僕はねできなかったんですけども、いやこの新しい店主さんの一杯もかなり美味しい一杯に仕上がってると思いますのでね、ぜひ皆さんもちょっと行ってみてください。まあ、立川はねこのラーメン二郎本家もそうですね、ダダさんとか立川マシマシさんとか二郎インスパイアのね激戦区でもあるそんなエリアだと思いますので、いやこの二郎系二郎インスパイア系付き立川の街にね住むことをお勧めします。まあ、これからもね訪れる機会がたくさんあると思いますのでね、二郎また訪れたいと思います。はい、ということでラーメン二郎全店制覇41店舗目、ラーメン二郎立川店さんクリアということで、まだまだね柏店とか一橋学園店はね現在ね訪れておりませんので、まあ、そちらのねお店の方にも近日中にちょっとね訪れて動画あげますので、そちらもご視聴よろしくお願いいたします。まあ、ということで一食ラーメンクラブこんな感じでいろんなラーメンをね紹介しますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。さあではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。